前回のあらすじ。前回、仮想エレベーター下りを手に入れたことにより、敵を無視してどこへでも行けるようになった一行。挙句の果てには異次元空間にまで行って、行方不明者をあらかた救出。今回からはメンバーを一新して、改めて迷宮に挑むぞ。さっき見せた前回のサムネのやつ、エレベーターがあるっぽくしたかったんだけど、改めて見ると完全に世間話するおばちゃんだな。なんてことを思いつつ、まずは新パーティーで戦闘してみよう。編成が大きく変わったので、そのあたりの説明もしていきたい。まずドラゴンとロボットですけど、この2体は最大 HP が多い代わりにろくな防具を装備できません。ライフで受けていこう。また、ドラゴンは物理攻撃武器を装備できず、ロボットは魔法攻撃武器を装備できません。このゲームはパーティーを物理か魔法に偏らせた方が強いので、現状の物理編成だとドラゴンさんはやることが少ない。仕方ないので、敵のゲージをゼロにする時計を連打させてます。また、この4体は全員専用装備が存在するらしく、そのうち専用装備を見つけたら大活躍するかも。眼力鋭い猫の専用装備は全く想像できませんね。説明はこれで終了。戦闘も、武器は弱いものの全員めっちゃ HP が高いので問題なし。いけるぞ、このパーティー。お、90番台はアビリティの証。隠し通路が鬱陶しい。バトルアビリティ、防御ゼロの時に攻撃力倍、入手。これは、今だからこそ使えるのでは。ドラゴンさんは最大 HP が異常に高いから。ドラゴンさんには後で服を脱いでもらって、常に全裸で戦ってもらいます。うん、これはある指定不可避。ちょっと考えたんだけど、せっかく強くなったんだからわざわざ火山に固執することないのでは。もっと深い階層ですげえものを見つけた方がいいのでは。ということで、またもや2軍メンバー弟子の探索タイム。今日の炭鉱のカナリア、ワクは美少女、頑張れよ。ん？ FF イベント、メッセージ、これって、確か。うん、このゲームの最後のイベントだよな、あれ。てっきりラスボスを倒したら出てきて、開発者からのお祝いメッセージが見れるとかかと思ってたんだが。ま、読んでみるか、どれどれ。私は、監視者パノプティコア。さあ、その剣を取るがいい。そして私を倒すがいい。倒すことができなければ、君がこのダンジョンの監視者となる。さあ、君の挑戦を一つ下の90回で待つことにしよう。健闘を祈る。このダンジョンの監視者ってそんな押し付けられるような役回りだったんだ。ジョジョ4部の鉄塔みたいな。あ、これが話に出てた剣。アドレスブレイド。ほうほう。性能は、装備コスト99。ダメージ1。ふざけてんのか、と言いたいが、監視者。なんて名前だっけ、監視者パプテマスシロッコとの戦いで覚醒したりするんでしょう。そういう、普段は役に立たないけど特定条件下で覚醒する武器って、いいよね。デモンズソウルのストームルーラーとかさ。まあ、こうやって中ボスっぽいやつの存在は提示されたわけだけど、まだまだ戦うのは早いよな。異次元空間の探索を先にしちゃうか。ここからは適当に降りていきます。うわ、この階層は全部隠し通路かよ。嫌だね。隠し通路の探索めんどくせえ。いかんいかん。こんな意地悪階層にまともに付き合ってはいかんぞ。さっさと降りちゃおう。お、99階まで来たけどすげえ背景だな。ここにラスボスがいる。のかな。それともフラグを立てないと出てこないとか。だいぶ歩き回ったけど何もないな。帰るか、しょんぼり。さらに方針転換しまして、できる限り深い階層に行って、
ギリギリ倒せる敵を無理やり倒してパワーレベリングするというのはどうでしょう。我々も結構強くなったし、49回ぐらいならいけるやろ。こう。早速戦闘開始。あ、ドラゴンさんを全裸にするの忘れてた。いかんいかん。あ、でも今はドラゴンさんは時計を掲げるだけだし全裸にする意味ないか。代わりにロボットを全裸にしてたんだった。うーむ、前々回まで1000ダメージで一喜一憂してたのに、行方不明者たちの初期装備で武器も強くなったものだな。飛行してる敵の対処はカット。無駄に3ターンぐらいかかったよ。1500経験値、3000円。こいつはうめえ。3戦闘ぐらいして帰ってきたけど、全体攻撃魔法マリアオールさんの在庫が増えてんね。攻撃力3060。早速買って装備だ。これで59階層の敵を倒せるようになったからって感じで、戦闘と装備強化をループさせてガンガン深い階層に進んでいこう。59階の敵をマリアオルゴで一掃。全体11520ダメージだぜ。マリアオール6の在庫が増えてるじゃん。買っていくぜ。59階の敵をマリアオール6で一掃。全体15860ダメージだぜ。マリアオール7の在庫が増えてるじゃん。買っていくぜ。なんだか急に順調になりすぎてちょっと不安だな。69回。うん、さすがにきつくなってきたかな。2万ダメージ与えてるものの、相手の HP も5万とかになってきたな。うわ、侍の群れだ。幻想的な黄昏を背景にしてがっつり日本人が襲いかかってくるの、ちょっと面白いな。うわ、マジかこいつ。 HP 貫通全体攻撃してきやがった。そんなことをしちゃダメだろ。こいつ全体貫通か超威力単体攻撃しか行動パターンがない。全く攻撃に無駄がないぞ。うん、逃げるは逃げてみるけど、ま、ダメだよね。こういう時の逃げるは失敗するものだ。新生パーティー、ここに全滅す。まあよくここまで順調に来れたもんだよ。しかし、こんな無茶苦茶なことをされると困るな。対策ってできるのかな。あ、物理回避を上げて挑むとかかな。まあいいや。さすがにパワーレベリングもここで打ち止めだな。武器も防具もレベルも足りてるのに戦闘がきついってことは、その原因は、おそらく、いろんな階層をスキップしすぎて、バトルアビリティが足りていないのだ。多分なんか、装備してるだけで攻撃力倍、みたいなアビリティがあるんだろう。次回はそういうやつの取りこぼしを回収しよう。といったところで今回はこの辺りで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。